こんにちは、ブラックパンダです。今回やっていくジャンクはこちらです。ダイナブックですね。こちら、まあ、値札も出てるんですけど、500円で日本橋で買ってきました。で、まあ、結構ね状態は悪くてですね、裏蓋もないしバッテリーもありません。まあ、もちろんメモリもないし、で多分ここブルーレイが入ってたと思うんですけど、抜かれてます。でまあ値段が値段なんでね、まあ、おそらく CPU も入ってないだろうと思うんですけれども、カメラでは見えづらいと思うんですけどね、こっからね CPU ソケットが見えるんですけど、多分入ってないですね。一番ひどいのがこのヒンジがねもうぶっ壊れてますね。両方ともぶっ壊れてます。こっちもこんな感じですね。 i7 搭載モデルみたいです。多分ね液晶は割れてないだろうとは思うんですけれども、そうなんですよね、まあ、これ買ってきた理由っていうのは、この液晶をね部品取りしようと思いまして、2020年夏モデルってなってるんですね、ダイナブックので。僕がその前から持ってたのがこの2012年の夏モデルで、2012年の秋冬モデル、僕これあのジャンクで持ってたんですけど、まあ基板は壊れてなくて、この液晶がね割れてるやつなんでちょっと見えづらいけどな、この辺になんかちょっとこう見えるじゃないですか。これ液晶割れでこれ画面映らないんですよ。まあ、500円で液晶が手に入ってね、直したらまあ安いなと思って、まあ、本来これを買ってきて、まあ、動画にするつもりもなかったんですけど、まあ見てたらね、まあこのままね人知れず液晶交換だけして、まあ、1台直してね、1台まあこの取り終わったやつを捨てるっていうのも、まあなんかちょっと面白くないなと思ったので、今回は、こいつヤフオクで、この CPU ですね、 i7-3610QM を、これヤフオクで買ってきたんで、こいつを搭載して、まあ、動くのかどうか確認して、このヒンジとかね、あとそうこのグリル、ここの冷却ファンの出口のグリルですねがもうバッキバキになってるんで、まあ、それらをね全部修理していこうと思います。では早速 CPU 取り付けて動作確認していきます。あーやっぱ乗ってないっすよね、そらそうや。それではこの買ってきた CPU 乗せて、あーこっちが危ない、向き間違えた。はい、それでは準備できたので安定化電源につないでいこうと思います。よっ、安定化電源の数値はこんな感じですね。ああヒンジが起動させてみたいと思います。電源ボタンオン、数値上がって、あ画面つきましたね。あっ OK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 、ご覧の通りにちゃんと BIOS にも入れました。 CPU もねちゃんと認識されてますね。メモリも 8GB で OK ですね。はいはい、そしたら起動することが確認できたので、もう一度分解して、壊れているヒンジですね、でグリルで、まあ、その他ね分解しながら見つけた不具合をその都度直していこうと思います。それでは作業始めていきます。はい、分解しました。で、ヒンジ部分をね修理していくんですけれども、結構ひどい状態ですね。ネジのね受けの部分がもう完全にね全部取れちゃってるので、どうかな、プラリペアだけでいけるかな、まあ、ちょっとプラリペアを多めに持って、それでね一度様子を見ていきたいと思います。まずねプラリペアをちょっとだけ垂らして仮止めしてから、全体的にねプラリペアをまぶしていきたいと思います。で次、
一応こんな感じで、ネジの動きをね 1,2,3,4 箇所仮固定しました。でこの後乾いてからこの隙間にプラリペアをさらに追加して強度を上げていきたいと思います。少し乾いたのでこの辺りにね、他のこういった部品が干渉しない程度にプラリペアを足していきます。はい、こっちが乾いて、まあ、様子見てね大丈夫そうだったので周りをねさらにプラリペアで強化して、多分これで大丈夫だと思います。で次はこっちの逆側のヒンジ、ここですね、ここもネジの受けがねもう取れてしまってるのでプラリペアで同じように補修します。ここの2箇所なんですけれどもプラスチックがねなくなってて、こっち側にこのヒンジのこの上につくカバーというかこの金具なんですけど、こっち側につけたまま形を合わせていこうと思います。ここにプラリペアを、まあ、いっぱい多めに垂らして、でこのままですねこう押し付けるように型を取っていきたいと思います。そうしないとですね多分ずれてしまうと思うので、ずれるとねこの金具がうまくつかないので、それでやっていこうと思います。よし、これで固定のためにネジを止めておきます。OK、これで乾くまでしばらく置いておきます。はい、では乾いたと思うのでネジを取って様子を見ていきます。あ、固まってるかな。うん、そうですね、ここのネジが取れるっていうことは多分ちゃんと固まってるってことですね。 OK、 結構いい感じで固まってくれてるので、さらにねプラリペアを付け足しして補強しておきたいと思います。さあ付け足しでプラリペア付けたんで、また乾くまでね置いておきます。はい、ヒンジ部分のプラリペアが全部乾いたので少しね動作のね確認だけしておきたいと思います。液晶を今つけてきました。これでねちゃんと開けることができれば、今はちょっとボトム部分がついてないのでしなってね若干ちょっと変な動きになってますけど、多分大丈夫そうですね。うん、 OK、 これ全部ねちゃんと組み立てたら普通に動くようになると思います。ではヒンジはこれぐらいにして、次はねここのグリルですね、このヒートシンクからの、ね、熱を放熱するところのグリル、今度はねここをなんとかしていこうと思います。はい、ではこのグリル部分やっていくんですけど、こういうのを買ってきました。アルミパンチ板ですね、アルミの板に穴が開いてるやつですね。これをまあ切って、まあ、加工してですねここにつけていこうと思うんですけれども、ここねあんまり隙間がないんですよね。今確認したらここに基板がこう、まあ、乗るわけなんですけど、ここね隙間がないんですよね。ここなのでこのまま、まあ貼れないこともないと思うんですけど、
この表面に、まあ、接着剤つけて貼るってなったら強度がねちょっと心配なので、これ自体をつけるのに、まあ、この筐体部分にもうハンダで、まあ、プラスチックを溶かしながら、まあ、埋めてしまって、その上からプラリペアを塗って、まあ、強度を、まあ、ある程度確保して組み立てていきたいので、ここに隙間がないとこいつがうまく入らないんですよね。中途半端に残ってるねこの部分、このギザギザになってるこの ここですね、これを削って、まあ、平らにしてですね、このアルミパンチ板が入る厚さ分だけ削ってこいつをねつけていきたいと思います。このボトム部分も一緒ですね、ここが、名残でねまだギザギザ残ってるんで、こっちも完全に削ってしまって、そこからね、まあ、こいつ、まあ、パンチ板切って合わせていきたいと思います。はい、こっちはね削れました、真っ平らになりましたね。こいつ合わせていきたいと思います。はい、切りました。ここですね、この長さぴったりぐらいで作りました。で、長さというか幅が結構あるんですけど、これまあなんでお決めに切ったかというと、こいつをまあ L 字に曲げて、ここに溝があるんですけど、この溝に埋めて固定しようと思います。 L 字に折り曲げました。でこれでだいぶぴったり収まる感じですね。こういう感じですね、こういう感じで、まあ、グリル部分これでぴったり収まるので、今度は固定ですね。どう固定していくかというと、まあ、さっき言ったんですよね、ハンダゴテで、ここのプラスチックを加熱して溶かしながら、こいつこのアルミのねこの今切ったやつを埋め込んでいくような形にしたいと思います。でその上からさらにプラリペアで補強して、外れないようにがっちりと止めていきます。まあ、作業中にですね、この折り目のところが折れてしまいました。まあ一応、まあ、ついたっちゃついたんですけど、プラスチック溶かしたところにこれがもう刺さってるだけみたいな感じですね。まあどっちにしてもまあまあ形はできてるんで、この状態で、プラリペアでこの周りを補強しておきます。はい、プラリペアが固まって、こんな感じですね。まあ内側はね、まあちょっとボコボコしてますけど、ここプラリペアがね裏からちょっと漏れちゃって、表面のプラスチックがちょっと溶けてしまいました。まあここはちょっと失敗ですけど、まあこのグリルはね結構がっちり固定できたので、あとはこれでねこのヒートシンクがうまく入ればいいんですけど、大丈夫そうですね、ちゃんと収まってます。 OK、そしたらこのキーボードベゼルの方はこれぐらいにして、ぜひこっちのボトム部分のグリルですね、こっちも同じようにここ削って、さっきのこの板ですね、こういう感じでねまた大きさ合わせて貼り付けていこうと思います。はい、ではまた削っていきます。はい、削った次はまたこいつを大きさ合わせて切っていきます。こっち側がねちょっと高さが足りてないので、この分を考慮してこっち側をちょっとね少しこう高めに合わせていきたいと思います。ぴったりですね。こっちも付け方はさっきと同じように、まあ、ちょっとプラスチック溶かしてこのグリルを差し込んで固定して、またプラリペアでね補強していきたいと思います。いやどうしようかな、いやもうやっぱりハンダゴテ使わずにもうこのままプラリペアでやっちゃおうと思います。ちょうどぴったりで合わせるとここちょっと空間空いちゃって多分刺せないんですよね。プラスチック溶かしてこれを刺しちゃうと噛み合わせが悪くなって隙間が空いてしまうので、この一列全部プラリペアで塞いで固定していきます。はい、それでは乾きました。こんな感じですね。
まあ、表から見たらね、まあ、ちょっとこのプラリペアはみ出したところが、まあ、ちょっと溶けちゃってね、まあ、ざらついてますけど、まあ、このグリル自体はうまく作れたんじゃないかなと思います。実際合わせてみます。お、ぴったりですね。上と下でぴったり収まってます。こんな感じですね。ちょっとね、実際に基板を入れてみて合わせてみます。まあ大丈夫ですね。でこんな感じです。全然余裕で収まってますね。自分で言うのもなんですけど、思ったよりうまくいきましたね。まあこういう作業ってね、いつもまあ途中ちょっとやっぱり適当になっちゃって、まあ隙間空いたりねするんですけど、まあ今回はもうぴったり収まってますね。ここのラインもしっかり揃ってます。 OK、そしたらですね、あとは組み立てて、ちゃんとね動作するか見ていきたいと思います。組んだんですけど、ここまで組んでね、ちょっと思い出したんですけど、これバッテリーもここの蓋もなかったんですよね。で、さすがにこの蓋は作ることはできないので、液晶割れてる方からこれ拝借したいと思います。で、同じくバッテリーもいただいちゃいます。もう一個忘れてました。ここ光学ドライブですね。こいつも、液晶割れからいただいちゃいます。あ、ミスった。ここそうか、液晶割れの方が、カラーが白なんで、まあいっか。ここのベゼル、まあ、白になっちゃいましたけど、うん、まあこれはこれで、まあワンポイントあっていいんじゃないんでしょうか。それでは全部組み上がったので、このヒンジですね、ヒンジがちゃんと強度あるかどうか試してみたいと思います。あ、いけますね。大丈夫そうですね。ちょっと何回かテストしますね。結構ね、激しめにやって壊れるようだったらね、修理完了とは言えないので、何度かねこうやっていきます。うん、 OK、 大丈夫です。ヒンジもちゃんと直ってますね。で、このグリルですね、ここ、ここもねちゃんとこういう感じで補修完了してます。では最後に OS を入れて、動作確認していきたいと思います。はい、というわけで組み立てて OS もちゃんと入りました。まあ今回はね、この液晶の部品取り用として買った、まあ、500円のノートパソコンを CPU 搭載して、このヒンジですね、ここのヒンジ部分とこのグリルですね、ここがね割れていたので、それぞれ修理して使えるようにしたっていう動画でした。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。